コープメール、共同メールといいます。例えば、この人が誕生日だよと決まると、その地域のお店が誕生日プレゼントを用意したチラシ、もしくはハガキを同封して誕生日の人にお渡しをする、中には20店舗、30店舗のお店からの案内ですから、もらった方の人は、 ああこれちょうどいいやっていうようなことで来店につながるようなことが共同メールといいます郵便代は1つですけど中に入れるのはあいくつかのお店が含まれるわけですね印刷会社には臨転、えー、印刷機を持った大手の会社とそれから臨転は持ってないけど平台っていうかオフセットの印刷機を持ってる会社とそれからああ 新しい形のデジタル印刷機だけで、えー、印刷会社をやっていく会社と、まあ、大きく分けると3つあります、その会社にそれぞれ、えー、バラバラの情報がいくと、えー、煩雑なものですから、例えば、テンを持ってる会社にはあうちの情報を載せたい、えー、デジタル印刷機の会社にはうちの情報を載せたい。 特にデジタル印刷機の場合は、今のソーシャルメディアのアプリケーションとかね、前工程の商品の案内が多いかと思います。このようなものを全国の印刷会社を分けて、そこに適した情報をメーカーさん、それから同業者から集めて、一緒に送ることをコープメールといいます。ここんなことも私たちメディィアアフロンティアは ます今展示会が全国でなかなか開かれない中で、えー、展示会に来てもらうのではなくてこちらからあ DM で、えー、今年であのフォーマットを用意してありますのでそこに必要事項訴えたいことを入れていただいて当然動画の説明も入れていただいて。えー 同梱して送るこんなコーープメール事業を私たちは推進していますこれは商業印刷の仲間ですけど例えばグラビア印刷だったらパッケージだったらって、まあ、印刷業界でもシルクスクリーンがあったりまだまだあのカテゴリーが違うわけですねその相手に対して必要なものを私たちが選んでお送りするそんな事業がコープメール事業と考えております